今日朝の5時からニコ生やってたわけよ。ニコ生で3時間ぐらい経ってマウスぶっ壊れちゃって、マウスっていうかぶっ壊れたっていうか、新しく買ってきたマウスもつけた瞬間はなんかぐしゃぐしゃってバクってたから、もしかしたら壊れてなかったのかもしんないけど、マウスも買ってきたわけよ。てかマウス買いに行ったのね、ヤマダ電機に。で、暑いからちょっとタクシーを使わせてもらって。で、車中暇じゃん。で、そういえば朝のニコ生でモッチー坊主にしてたなと思って、モッチーが坊主にしてたって言ってたなと思って、その坊主見たら、それがすげえおもろくて、ずりー、こいつなんで悪いことしてご褒美もらってんだよっていう感覚に陥って、すごい大変申し訳ないんですけど、僕、モッチーに影響を受けて、僕、丸坊主にしちゃいました。恥ずかしながら。今さっき自分で買ったんだけど、どうかな？なんか俺自分で買ってみた感想、俺坊主似合わねえと思ったんだけど、ちょっと、俺さ、みんなが笑うかなと思ってやってるうちに、俺坊主かっこよくねって思っちゃって。俺坊主似合わない？似合うよね、なんかね。似合っちゃってんだけどと思って。お前なんだよ、それよみたいな。じゃあ、俺ね、前から坊主したい、坊主したいってずっと言ってたじゃん。で、だから、踏ん切りつかないってずっと言ってたでしょ。で、やっぱ、モッチーの、やっぱ、誠意を見て、俺も、もう、泣いたのに、はっきり言って。あ、やっぱ、こいついいやつだな、つって。モッチー見て泣いたの。俺、マーカスみたいになってる、マジで。マーカスみたいになってる。そしてさっき風呂入ったんだけどさ、俺夢がかなったよ。あのさ、ボディーソープで一度でいいからさ、ボディーソープで全身洗ってみてみたいな感じがあったじゃん。あれ、お前らあれな、うちのコミュニティ野球部みてえになんか最近さ、高校野球が強制坊主、なんか NG してんじゃん。うち強制坊主にしようぜ。楽だから。なんか、意外と似合うと思っちゃったんだけど、俺、坊主。なんか見慣れない？もう、なんか、似合うと思っちゃったんだけど。なんか可愛らしいよな。可愛らしくない？黙ってようかなと思ったのね。次顔出しするまで俺黙ってようかなと思ったんだけど、なんか別に変に隠すようなことでもねえなと思って。事務所的に大丈夫か、俺。まだ JAL さんに言ってないけど、JAL さん見てますか？坊主にしたんで。これで一つ宣材写真撮り直してもらっていいですか？よっみたいな感じの。の単発の方がいいよ、絶対な。なんか、決意の表れなんじゃねえかとかさ、なんていうの、なんか悪いことしたんじゃねえかみたいな風に、変な、いらぬ詮索入るでしょ。今まで一回も坊主にしたことないやつがさ、急に坊主にしたら、なんの、本当に理由もないんだよ。失恋したんだろうとか、なとか、浮気したんじゃねえかみたいな言われるだろう。まあ、実際まあそれは置いといて、単純にちょっと坊主したいなと思って、坊主しちゃいました。体洗うの楽だわ。髪の毛洗うときにさ、なんかもう、シャ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 みたいな、米研いでんのかと思った俺、今日、今、俺頭で米研いでんじゃんみたいな、ぐらいの感覚だったわ。マジで。シャカ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 みたいな感じで。ピーって言った、マジで。なんで今、なんでそんな風になるの？そう、俺すごいナルシストなんじゃないかって思っちゃったんだけど、わ、すげえ似合ってると思って。触れないで。金輪際。恥ずかしいから。顔のおじさんがひときわ、こっちの方がいいだろ絶対、こっちの方がいいよな、マジでな、しびいよな、なんか俺、
渋くね、なんか。サムネ変えようぜ、あれ。ダメよ。ダセーよ、髪投げるやつとか。きっしょ。男は坊主しよ、やっぱ。ダサ。お前ら。坊主じゃないやつら。こういう世間の流れにしよう。流行らせよ、坊主。ね、これ、初めて顔出しするときぐらい緊張しちゃったよ。どうしよう、大丈夫かなみたいな感じで。すごくね、時間がかかった。枠返しするまでに、俺大丈夫かなつって。あと、あれも出るだろ、ニコ生の、ピカッってやつも、おい、頼むよ。今日ぐらいはやってくれよ、俺が憧れてた、ニコ生の、ピカッってやつ。あれ、今流行りのあれ。矢。キューちゃん牧師の音で矢が刺さるやつ。俺の憧れ。恥ずかしさが顔に出てちゃう。いや、恥ずかしいだろ。だって俺、今まで一回もしたことないんだよ。今まで一回もしたことないんだよ。いや、もういいよ。炎上しねえ。もう飯食いに行く。じゃもう、あれして。俺の恥ずかしい気持ちを察して。どこかをふわふわしてんだろう。恥ずかしいんや。フランスと行ってくるから、今から。フランス行ってくる。だもう、俺に触れないで。僕に触れないで。ください。金輪際。慣れてください。